吸引した自分の脂肪を車の燃料にすればなんと車は動くんです。二の腕美容チャンネルへようこそ。二の腕美容の久島先生です。本日のテーマは吸引した脂肪がどこに行ってしまうかについてです。脂肪吸引の施術をすると機械で脂肪が吸引できますよね。その吸引した脂肪って最後にどこに行ってしまうのか、どうやって処理されるのかって皆さんご存知でしょうか。今回は吸った後自分の脂肪は一体どこに行くのか、そして過去にあった脂肪の処理方法の面白い事例についてご紹介していきたいと思います。結論から先に言うと、吸引した自分の脂肪は捨ててゴミになるのか、あとは再利用して他のものに役に立たせるのか、この二択になってきます。まずは脂肪を捨てる場合です。皆さんいつも普段ゴミを捨てる時にゴミを分別すると思うんですね。燃えるゴミとか燃えないゴミとか、あとは瓶とか缶とか、あとは資源ゴミとか。実はゴミには医療廃棄物っていう分別方法があるんです。脂肪は医療行為によって排出されるゴミですので、医療廃棄物っていうものに分類されます。なのでその辺のゴミ箱とかに普通に簡単に捨てるっていうことができないような決まりになっております。実はですね、ここからが面白い話。世界には自分の脂肪を捨てるのがもったいないというふうに思って、とんでもないものに再利用してしまった面白い人たちがいます。せっかく脂肪を捨てるんだったら、なんか有効的な使い道があるんじゃないのかなって考えて、今からお伝えする考えられないような発想を実行しちゃったんです。まず一つ目の事例なんですけども、2008年アメリカのカリフォルニア州のビバリーヒルズに住む美容外科医が手術で吸引した脂肪を自分の車の燃料として使っていたんです。ちょうどこの2008年なんですけども、石油の価格がもう急に上がってしまったことによって、バイオディーゼルっていうその燃料が注目されていたんです。バイオディーゼルっていうのは大豆とか、あとトウモロコシに含まれる油を原料として作られる燃料のことで、実は人の脂肪も同じように作ることによって自動車用の燃料ができちゃうんです。そしてなんと脂肪の燃料も通常のディーゼル燃料とあまり燃費が変わらないって言われております。人の脂肪を再利用したバイオディーゼルは環境に優しいかもしれないんですけども、カリフォルニア州では医療廃棄物で車を走らせることは明らかに犯罪にありますので、この医師は州公衆衛生局から捜査を受けたとのことでした。人の脂肪で車を走らせたんじゃなくてですね、なんとですね、船を走らせた人も存在するんです。彼はですね、自分のお尻の脂肪を使って船で世界一周をしました。ニュージーランド出身の彼は世界にバイオ燃料の普及を広めたくて、バイオ燃料だけを使って船で世界一周をすることを計画したんです。その時に自分のお尻の脂肪を 100cc ほど提供して船の燃料にしたそうです。自分のお尻の 100cc ぐらいの脂肪だとだいたい 1km 以内しか走れないので、他を野菜などから取った油をバイオ燃料として使ったそうです。世の中には脂肪を使ってバイオ燃料にするユニークな人たちがいますけども、実は現段階では脂肪が何かの製品になるってことはなくて、基本的にはいらない脂肪は医療廃棄物として捨てられております。次にですね、脂肪を再利用する場合です。今脂肪の価値はどん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 高まってきます。皆さん脂肪注入っていう言葉を聞いたことありますでしょうか。脂肪吸引とは反対に、脂肪注入っていうのは美しいボディラインを脂肪を注入することによって作っていくっていう性質になってきます。脂肪注入で人気の施術としては脂肪注入豊胸っていうのがあります。足の脂肪を吸引してそれを胸に入れますので、足は痩せて、そしてバストアップはできるっていう、まさに一石二鳥の施術になります。特に足からの脂肪っていうのはものすごい量を取ることができますので、その取れた脂肪を捨てるのがもったいないって思う方は再利用しちゃう方が多いです。他にも頬とか、あとは目の下とかおでことかっていうのもよく脂肪注入する部位としては人気の部位です。脂肪を注入することによってそこにボリュームができますので、へこんでいるところに脂肪を注入することによってふっくらさせるんです。この脂肪注入の施術なんですけども、とても人気で本当に幅広い世代の人たちが行っております。人気の理由は自分の脂肪だから安心っていうのがまず一つにあります。あくまでも他人の脂肪を自分に入れるのではなくて、自分の脂肪を自分に入れるっていうのがポイントになってきます。同じ何かを入れるに関しても、例えばヒアルロン酸などの人工物などどうしても抵抗があるって方は、自分の脂肪っていうのは本当に安心なのでおすすめの施術になってきます。どこも気になっていないんだったら無理に脂肪注入をしなくていいと思うんですけども、脂肪吸引したその自分の脂肪を自分の他の部位に注入することができるってことを知っておくだけでも選択の幅が広がるのかなと思いまして、今回脂肪注入という施術をご紹介させていただきました。この動画が少しでもいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。私は普段二の腕の無料カウンセリングを行っておりますので、二の腕にお悩みの方はぜひ説明欄のリンクチェックしてみてください。それではまた。